善蔵に話があるか。今は屋敷におるようじゃぞ。善蔵さんにもはご遺体発見時の状況を聞いておきたいんですが。屋敷の門に用があるなら声をかけてきてやる。わしは病院へ戻るからそのついでじゃ。すいません、助かります。熊田先生が戻っていった。しばらくして善蔵さんと梓さんが現場にやってきた。次郎様が。すみません、そちらに伺いもせず一刻も早く現場を確認しておきたかったので。なぜこのような不幸なことばかりが綾代家に。善蔵さん、次郎さんを最初に発見されたのはあなたなんですね。はい、さようです。あの時は驚いて声も出ませんでした。次郎さんについて何か気がついたことはありませんか。実は昨夜次郎様が屋敷にいらっしゃいました。そうだ、次郎さんは普段屋敷にはいないんだったな。忘れ物を探しに戻られた次郎様は夜の晴れほっとされておられましたのに。探し物は見つからなかったようですが。ジ兄さんの次に次郎まで、一体どうなってるのよ。あの次郎が自殺だなんてとんだお笑いよ。自殺なんてするもんですか。つまり次郎さんは誰かに殺されたと。知らないわよそんなこと。漢字兄さんも次郎もアキラが殺したのよ。今度は私を狙ってるんだわ。アキラさんには次郎さんやあなたを殺す理由があるんですか。あいつの考えてることなんて分かるはずないじゃない。そのアキラさんと会っていたという人のことですが。何よ、あなたに言う必要はないわ。あかねさんは来ていないのかな。なぜこのようなことに。なぜこのようなことに。次郎さんの遺体が収められている。昨夜の0時から1時頃はどうされてました。昨夜は早く休みましたが。
亀さんは来ていないのかな。何よ、あなたが何をしてくれるっていうの。何もできないくせに。昨夜の0時から1時頃はどうされてました。何よ、あなたに言う必要はないわ。なんだね、邪魔はしないでくれよ。君も大変だね。そもそも何のちょ。お金さんは来ている。なぜこのような。あの時は驚いて声も出ませんでした。まさか次郎様が。忘れ物を探しに戻られた次郎様。どうして死んだのかなんて知らないわよ。ただ自殺だけはありえないわ。アキラが誰と会っていたのかくらい自分で調べたらいいじゃない。あなた探偵なんでしょ。お金さんは来ていない。どうして死んだのかなんて知らないわよ。念のための確認です。教えてください、昨夜の0時から1時頃はどうされてました。屋敷にいたわよ。アキラが誰と会っていたのかくらい自分で調べたらいいじゃない。屋敷にいたって言ってるでしょ。不愉快だわ。もう話すことなんて何もないわ。なぜこのような。ゆうべは早く休みました。あの時は驚いて。そうそう、そういえば次郎様がお帰りになられる前、神田様からの電話を茜が取り次ぎました。神田弁護士から次郎さんに電話。間違いないか。茜さんに確認してみよう。
茜さんはどちらに？茜でしたら屋敷におります。あ、じゃあ話を聞いてきます。警察の方が私にお話があるとのことですので、今しばらくこちらにおります。ご案内もできず申し訳ございません。いえ、気にしないでください。茜さん。あの次郎様が。ええ、そのことでお話を聞かせていただけますか？はい。昨夜神田弁護士から次郎さんへ電話があったんですか？確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。その電話の後、次郎さんは帰って行ったんですね。そうです。次郎さんの死亡推定時刻は0時から1時、となると次郎さん、これは神田弁護士に会ってみる必要がありそうだ。話することはこれといって。あれ、話し中だな。若い頃のアキラ様ですね。今とはだいぶ雰囲気が違いますけど。かなり気落ちしている様子だ。確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。その まずは神田弁護士の事務所に電話してみよう。番号は米16の短縮ダイヤルだったはずだ。あれ、話し中だな。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？次郎様が帰られた少し後に、あずさ様も出かけられたので一応戸締まりして一人で部屋にいました。あずささんは屋敷にいたと言っていたが。あずさ様はいらっしゃいません。事件現場からどこかに行ってしまったまま戻ってきていないのか。まずは神田弁護士の事務所に電話してみよう。番号は米16の短縮ダイヤルだったはずだ。神田弁護士事務所でございます。もしもし、
僕は宇津木探偵事務所の探偵ですが、神田先生はいらっしゃいますか？神田はただいま不在ですが。あ、そうですか。ではちょっとお聞きしたいのですが、昨夜綾代二郎という人が来られませんでしたか？来客ならございましたが、その方かどうかは。実は。え、その方が自殺？はい。ですので神田先生が何か事情をご存知でないかと思いまして。あの、秘書の私でよろしければお話を伺いますので、こちらにいらっしゃってください。わかりました、伺います。あかりさん、僕はこれから神田事務所に行ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。すみません。はい。先ほどお電話しました宇津木探偵事務所の者です。お待ちしておりました。どうぞ奥にお入りください。改めまして、神田の秘書を務めております医師の玲子と申します。よろしくお願いします。綾代家の事件については報道されている以上は存じません。神田先生はどういった方なんですか？お若いのにとても優秀な方です。まだ30代だったと思いますよ。とても仕事熱心な先生は、常に真摯に仕事に向き合われる方です。先日も以前担当された事件のファイルを熱心に見ておられました。そういう時の先生には近寄りがたいものさえ感じます。過去の事件ファイルは厳重に保管されております。綾代家の事件については報道されている以上は存じません。勝手に触られては困ります。すみません。勝手に触られては困ります。すみません。これ以上はやめておいた方がいいかな。この人を見たことはありませんか？さあ、会ったことのあるような気もしますけれど、昨日いらっしゃった方の写真でもあればお役に立てるんでしょうけど。次郎さんの写真か。どこかで手に入らないかな。昨夜ここを訪れた人がいたんですね。確かに男の方が先生と一緒にお見えになり、しばらく奥の部屋で話し込んでおられました。自殺されたというのはその方なんですか？ここに来た男性がいたことははっきりしたが、それが次郎さんかまでは断定できないな。
ありがとうございました。これで失礼します。はい、また何かありましたらおいでください。綾城のところでまた人が死んだそうじゃぞ。綾城家でまた人が死んだ？たたりじゃ。たたり。あんたまだおったんか。あれほど言うたのに。あの、あんたもうやめなされ。綾代家に関わるのはまだお若いのに。綾代家のことなんぞ調べておったらあんたもたたられてしまうかもしれんぞ。綾代家でまた人が死んだ。たたりじゃ。さんはよみがえったにちげえねえだ。伝説の通りになったんじゃ。恨みを晴らすまでキクさんはさまよい続けるんじゃ。ああ探偵さん、今度は何のご用です？ありませんね。その人でしょ、明神山で自殺したのは。ええ、そうです。何か気がついたことはありませんか？さあ、特に何もありませんね。何を聞かれても答えられることなんてありませんよ。結局昨日神田弁護士事務所に来たのは次郎さんだったという確認が取れていないな。お帰りなさいませ。そういえば昨夜次郎様はお忘れになった免許証を探しておられました。善蔵さんが言ってた次郎さんの忘れ物というのは免許証だったんだな。その時は結局見つからなくて、そして先ほどソファーの下に落ちていたのを私が見つけました。今となってはもうあの、こちらが次郎様の免許証です。お役に立つかもしれません。お持ちください。ありがとうございます。確かにお預かりします。今は亡き綾代次郎の免許証だ。あの不機嫌そうな表情のままで写っている。今は亡き綾代次郎の免許証だ。あの
礼します。ああ、あなたでしたか。奥へどうぞ。神田は外出中ですので、お話は私が伺います。昨夜訪ねてきたのはこの人ですか。確かにこの方です。昨日お見えになったのは、ああ、この方が綾代商事のあの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。過去の事件ファイルは厳重に保管されております。お二人はかなり長く話をされた後、一緒に出かけられました。お話が弾んでいたようで、灰皿がすり殻でいっぱいでしたよ。あのあと自殺されただなんて、ちょっと考えられないご様子でした。とても仕事熱心な先生は常に、綾代家の事件については報道されている以上は存じません。